満島の主要鉄道路線図ン,ン島は、交通遺産を豊富に有しており、今でも運行中であるいくつかの歴史的な鉄道、及びトラムウェイとともに、ブリテン諸島における最大のナローゲージ鉄道網を誇っている。これらは、主にマンクススタンダードゲージとして知られている、期間での運行とともに、約65マイルとなるビクトリア町の鉄道及びトラムウェイからなっている。 ポートエリンのマン島鉄道博物館では人々がマンクスの鉄道史についてもっと知ることができ、1998年まではラムジーに同様の博物館が同時に開館しており、そこでは電化路線の歴史を専門としていたが、ラムジーの博物館は閉館となり、ユースクラブへと変わっている。島南部への蒸気鉄道、島北部への電化路線及び島唯一の山である。 スネーフェルの頂上への登山路線は、すべて政府が所有しており、そして島の社会基盤省の部門として、称号、万島鉄道のもとで運行されている。グラウドルグレン及びワイルドライフパークの路線は、両方とも民間所有であるが、一般公開されている。ほとんどの路線は、3フィートのマンクススタンダードゲージとなっている。ありがとうございます。